もったいぶらないでったらぶらないで。おめでとう。スミレちゃんすっごいかっこよかったよ。近くで見ていた人もみんなファンになったって言ってたし。当然でしょ。誰だと思ってるの。グッバイ。しかもカノンには秘密なんて千里らしくもない。机ちっさ。ワン、ツー、スリー、フォー。スミレちゃん早すぎ。わかってる。また難しいお題ね。違う課題ならやってあげてもよかったんだけど。私もどうしても家族が神社を手伝えって。あれ、手加減なさすぎ。あなた力みすぎじゃない。だって東京大会が近いんだよ。地区予選の評判が良かったからかな。私のラップが人々の心を掴んだのね。52000ギャラクシー。私がセンターの歌で、センターを務めた私の歌で。派手なところなら神宮競技場。それは決勝の会場です。あんたは気を使いすぎなのよ。もはやリエラはこの学校の代表よ。わがまま言うくらいでいいんじゃないの。スミレちゃんはいいよね、そういう性格で。どういう意味。なんでよりによって今日みたいな日に。お姉ちゃんサボっちゃダメ。はーい。スミレちゃん、もう何なのよったら何なのよ。当たり前でしょ。